ゼロ、濡れガラスのミコ。え、誰パート？ゆうりちゃんパートこれ？もしかしてこれ。え、誰パート？いきなりだよ。そうだよね、だってここに行くのってゆうりじゃないの。ゆうりちゃんパートこれだよね。先生来ないでしょ、だって今先生言ったのは結びの、ね、うん、全然結びやから、結びの一番とこですよね。あ、ゆうりちゃんパートや。じゃあ、お願いします。レイ君にやらせていただきますよ。はい大丈夫ですか、充電とかちょっとじゃあ充電を確認しましょうかね。はい、ちょっと充電して、充電、うん、だいぶ長い間やってるからね、うん、オッケー。ちょっと危なかったから充電しつつのプレイでいこうか、お母さん。はい、やりましょう。って絶対長いと思うんだよ、こっから。ゆうりちゃんのパー、よし、ダクさんで、私、ベイ君が操作します。はい。こんなマップで、まあ、ここに行けばいいんでしょう。だと思うよ。この先行けんねや。そう。オッケー、行こう。その先に行きたいんでしょ？うん。で、本殿に向かいましょう。もう本殿行っちゃう。もうなんか、でも右左行けますよね、でも確かね。そう、行ける。うん、うん。マジで？え？あれ？え、これひそかさんじゃん。かと思ったんだけど。違う、ひそかさんじゃん、これ。違う人？新人？いや、ひそかさんや、絶対これ。だよね、ひそかさんじゃないの。おいおいおい、こんなところで戦うんかいな。え？あ、もしかして、あれ、ひそかさんじゃなかったのかな。ひそかさんじゃなかったのかい。ひそかさんだと思ったけど、ひそかさんじゃなくて、ひそかさんを守ってたやつ。ひそか、ここで戦いたい。うん。そこにフィルムが置いてあったな、あったな。違うのかな、なんかそんな気がしてきた。なあ、ちゃうかな。うん、ひそかさんは箱に入れられてるんで、みんな美人だからね。うん、一回回復しよう。これね、はい、体力あるからって安心したらあかんと思う。あ、そうね、それいつの間にかな、強石使ってるパターンだからね。そう、強石は絶対に最後まで使っちゃあかんよ。うん、これ一回打ってみようか。よし、顔出た。後ろも余らせないと。あ、あれやばい、あれやばいやつ、あれ仕掛けてくる。うん、仕掛けてくる、それ。とりあえず、オッケー。あれは潰しといた方がいい。これ、じゃ攻撃してくる。オッケー。よし。ひそかさんにしては髪の毛長いからね、多分ね。ひそかさんを守ってた。ひそかじゃないやつだから。うん。多分。結構減った。このなんていうの、この社？なんつうんだね。この水のなんとかかんとか。うん。したい。これで主です。主。よし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 。いけ。あら、420。やつくだ。あ、まだいる。まだ赤いぞ、まだ赤いぞ、十字は。いや、つけましたよ。やつけた。あ、まだかな。十字は赤い。あ、仕掛けてくるやつ。まだやな、まだやな。まだ、やばい。あ、やばい。どこ。あれ、仕掛けてくるやつ。あれ、消して、届いてる。やばい。あ。どうした。引っかかってる。来るよ。あ、さあ。はい、B。ナイス。あ、危ない。俺、どこ行った？え？右、下に。あ、俺下に降りてんのか今。あ、しょ、撃て。オッケー、ナイス。これやったやった。あ、しょ、触りたい。あなたを触りたい、俺は。触れますか、それ。遠くないですか？無理か。いけるか。もうちょっと手前、うん、じゃあ、もうちょっと、あ。あ、無理やね。そうですか。あれ無理やね。うん。OK。俺だよ。そうですね、その気になってしまわなかった。俺だよ、気になってしまわなかった。どう考えてもよ。ゼロ式使えってことですね。使えってことやったんかな。はい。で、ここですよ。これ、ひそかさんと、まあ、ひそかさんが行ったとこですよね。ひそかさんがいた場所の箱に来た。来ました。あ、うわー、やべえ、ババア二人いる。ババア二人。白と黒のババア2人。戦うんじゃないですか、これ。来た。あなたを守るのですよ。やべえ、やばい。戦うぞ、これ。おばあちゃん二人？やべえ。あ、おばあちゃん二人や、これ。いけ、一緒だ、一緒に、ちょっと、いけ、あー、惜しい。惜しいね。なんか出してきた。仕掛けてくるの出してきた。あー、ダメ。仕掛け。あれも一緒に入れるんだ。オッケー、出た。しかし、あー、黒い。黒と白バー。やばい。黒バーと白バー。はい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 。はい。ブラックアンドホワイトだね。はい、回復はね、回復は絶対に。して、うん。しておきましょう。はいはいはい。なるべく、そうだね。あの、満タンに近いところで。よし、入れてる。これフィルムでも14してもいけんのかな。いける、こんなやつだと。おばあちゃんの体力どんな感じですか。おばあちゃんそうや。おばあちゃん、あ、結構減った。よし、いったやろ。581、これでかい。一緒に、あ、左、あー、あー、次横に。1100。オッケー。これはでかい。二人いるといいね。あ、待って。仕掛けてくる弾はね、あるんで。消しかけ。それがね、邪魔です、ほんとに。消して。はい、うっしゃ。OK、365。おばあちゃんもローラースケート履いてんのかな。何や、どうした、俺。あ、今なんかやられましたね。あれか。玉倉って。消しかけ玉倉。はい、はい。あ、おばあちゃん。あ、鏡もあるから、ちょっと待って。おばあちゃん、1200。いいね、二人一緒に行ってくれ、一緒に。
これね、多分柱に巻きかえてると見た。あ、そうですね。柱に、あ、おばあちゃんに触りたい。黒ばあちゃんに触れるかどうか。無理かもしれない。あ、無理ですね、消えました、消えました。はい、わかりました、逃げます。あ、やばいやばい、一旦逃げます。前、一旦逃げます、一旦逃げます、一旦逃げます。危ない危ない危ない、ちょっと待って、うんうん、体勢体勢体勢、いいか、消しかけたまま、確かに消しかけたまま、消してそれを入れる。おばあちゃんにつけた、おばあちゃんにつけた。オッケー、おばあちゃん、ばあちゃんに触る、ばあちゃん触れるぞ。ばあちゃんの記憶、お、あ、ばあちゃん記憶あったぞ。黒ばあちゃんも見たかったな。な、見たかったな、失敗した失敗した。はい、箱です。で、どんばらばっしゃーって出てきて、あー、クローズが、そう、クローズが溢れる。あ、読みっていうね、これね、読みが溢れた。見てますよ、おばあちゃん。あー、おばあちゃん大変な目に。おばあちゃん泳げないよ、これさすがに。あー、どんだけ溢れてんね。な、失敗ですか、これは。失敗作。わわわわわ、この辺一帯も全部なったってことね。真っ黒になっちゃったんですよね。それ以来この山はみたいな感じや、多分。はい、溢れちゃった。溢れてで、どうなっちゃったんですか。そんな感じ。あー、おばあちゃん、あ、開いた、開きましたね。門番だったんですね、ばあちゃん。門番やね。え、うおー、これマジでラストやん。ラストです。あ、もしかしてこれはパートが多分変わるんじゃない。これはみゆちゃんに行くとかじゃないですか、もしかして。これもしかして、これ、ね、むちゃくちゃ長ない、このショー。最後は多分長いと思います。鬼のように長いね、うん、これ一つでゲームになりそうやな。ちょっと小休憩挟みながらやらないとこれね、これ体力が持たないというか。みゆちゃん来るな、 100% ですね。これ多分みゆパートですよ、きっと。レンか、先に。いや、みゆでしょ。もうレンはもう結の家にいるので結びの家ね。はい、結びの家、うん、来ました。あ、え乗ってるやん。もう乗ってますやん。展開早かった、うん、あ、これミク、これミユです。ミユやんな、はい、髪型がなんかミクっぽかってんけど、ミユです。格好はミユやな。あれ、なんで乗ってんの。そう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 、ショートカットしてくれんやったらすごい私たちはありがたいんですけどね。確かに。でも何があってこうなったのか教えてほしいんだけど。そのお母さんはもんで。そうなんだよね、ミクちゃんいない、ね、一緒にいたもんね。そう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 、布団の上にね。まだまだ気づいたら変なとこいんのね。な、うん、ここはみたいなね。流されちゃってますけど大丈夫ですか。どこどこ、これ、え、どこに行こうとしてるの。あ、ええ、誰誰誰誰誰だ。花嫁ですよね、これね、一応ね。あ、これお母さんじゃない。お母さんかもしれんぞ、これ。てか、そうやな、多分。うん、お母さんって、いい、あれ、お母さんってなるで、多分。お母さんどうしたの。うん、あれ、お母さん何回結婚すんのみたいな。そうですよね、きっとね、これね。ミクさんですよ、きっと。行かないで、もう置いて行かないで、私には何もない、何もないの、お母さん。うん、あ、夢落ち、いないんですね、これ、お母さんね。そうや、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 そうや。行きますか。探索ですね。まあ、最後だから。行きますか、赤井さん。探索ですよ、結局は。うん、写真が、そうそう、射撃がないはず。あ、そうですよ、持ってない。そこそこそこ。でも、レンは先生の射撃持ってたんじゃないの。レンは自分の持ってる。自分のか。あれ、置いてあるよ。ポツンと置いてるぞ。また一人で山に。それ何、誰のよ。射撃どうしてここに。確かに。射撃を手に入れた。はい。ベッドの上に一枚の写真が残されている。はい。擦り切れた写真、お母さんの持っていたもの。お母さんとこの男の人はまさか。追わなきゃ。私をもう一人にしないで。有婚をしようとしてるんですよね。そういうことや。でもあの男の人多分ダメだから、また折りたたまれると思う。ダメやな。榊みたいに。榊めっちゃ折りたたまれとったよな。はい、これ一応、あれですか、有利と同じ射撃。射撃、同じ射撃ですね。ということですかね。じゃあ評価されてるんで。うんうんうん、そうですね。じゃあとりあえず行こうか。あと、ルイ君がもしかしているかも。あと、ひそかさんもいいのか。そう、ちょっと見ておこうか。一応見ときますか、ひそかさんとルイちゃんは見ておきます。あんまりちょっと興味ないと思うけど。ああ、お母さん。写真は撮れなかった。お母さん。お母さん。意外にね。近かったね。そうそう、うん。もう先に行ったのかと思ってたよ、私さっき。意外にね。それは時間差はなかったっていうことですね。はいはいはい、時間にして30秒そこら辺。そうですね。まだ布団もあったかい。そういうことになりますね。そして走られると。なぜか。あ、大華経。あ、
大間が経じゃないですか、これ。え、大間が経。大間が経、大間が経や。あ、ってことは、あれや。墓場通り越してきてくれた。もう行きますよ、じゃあ。そうですね。じゃあ、行きましょうか。行きましょう、行きましょう。あ、それで船乗ってたんですね。そうそうそう。船に乗って。じゃあ、あれは夢、あれは夢。あ、そっかそっか。取れない。取れない。あ、取れる。あ、取れる。取れない。取れない。取れない、取れない。一応取っとく。はい、取っときましょう、一応。うんうんうん。あそこに行くんじゃないですか、一応近くに。行くんか、寄るか。なんか。行っちゃうよ。はい。行っちゃうよ、私。寄るしかないじゃないですか。消えた。はい、射撃。今度射撃やった。あぶねえ。罠やった。オッケーです。行く。あ、あれ兄さん？あー、ありえるよ。なのかな。ありえるよ。え、これどこ行ったんの？もう白黒ですね、だいぶ。ずーっと白黒やねんけど。あ、あ、もう寄り道さえをしてさせてくれませんので、もうお母さんをやっぱり見ていくしかないんですね。シャーンって言ってまた写真撮ってやる、どうせ。分かってる分かってる。 OK です。 OK OK。 ポイントどんどん稼ぎましょう。ポイントを稼ぐ、はい、まあ、ザコは出てこないと思うんで、多分ポイントここでさ、うんうんうん、会うだけでもいい。うん、兄さんに会いたいと。うん、待ってる待ってる。兄さんとは血が繋がってないですね。そこや、そこやの問題は。多分そうなんじゃないですか。危、うん、ねえ。あ、でも兄さんが好きだったけど、結局兄さんとはそのちぎりを交わせないみたいな、なんじゃないですかね。そんな言ってたっけ。いや、わかんないですけど。さあ来たぞ。だって兄さんですからね。あ、いるよ、もう。カラーン。ここで射撃とは思わんかった。あれ、あー、はい、そういうことね。 OK です。この写真は、あ、行っちゃう。待って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 。いや、もっと走って。なあ。もっと走って、手を引いて、お願いだから。一緒に行く感じになってんな、今。もう完全に追ってますよね。一緒に行く感じになってるで。はい。みゆちゃんはだいぶ走られましたね。みゆちゃん走ったね。ゆうりちゃんの自由度と一体何だったのか。ゆうりちゃんの自由度半端なかったよな。先生、墓場行った方がよかったね、やっぱね。そうやな。まあ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 。まあいいか。うん。で、はいはい。次は？おい！蓮先生ですわ。友好の儀式。友好の儀式が行われる。はい、そうですよ。それは死者と聖者を一つにする儀式。はい。うん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 。さあ、行きましょうか。行こう。よいしょ。やだな。これもこれ、あ、あれ見れないのね。よすがなし。なしですね。オッケー。先生、今何構えてんの？授業式を構えていた。ここね、入りたいけど、はい、入らないよ。入れない。まだ。ないね。壺。壺八。オッケー。そっちは何もないよ。何もないよ。何もない。うん、先生走んの早くて、先生ここから入っちゃう。そんな間から入っちゃうりゃ先生さすがに。子供じゃあるまいし。ああ、そこの裏にアイテムない。ない。あ、先生もアイテムなんてもうくれない系か。もうここからはしょりパート来たの。わかった。そうするか。あ、弔い写真は、はい、かつてのエマの代わり。うん、まれびとはこの弔い写真を見て惹かれた巫女とちぎりを結び、はいはいはい、そして同じ箱へと入れられる。何回も言ってくれてるから大体分かってきたな、俺たちもね。ずっと待っている。そうですよ。とこしえに、とこしえに。さあ、ですね。花嫁となること。あれがないんですよ。あれがない。あの、多分あっこに行くんやろ。じゃあこっち行けるか見ていいですか。多分行けちゃうよこれ。ああ。先生どうする？行く先生こっち。まあまあそんな狭いからここは。うん。とりあえず見るのはいいよ。わかりました。ちょっとで先生寄り道するよ。そう、先生が、ね、先生まだ心の準備できてないから誰に、そうそう、右で寝てた場所あるんだね。するかは全然決めてないんだよ先生は。ああ、ここで寝てたからね。控え室、うん、そう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 、新郎控え室という名の監視部屋。あ、メモある、メモある、ちゃんと。あるじゃん。誰のメモだよこれ。榊メモか、俺のメモか。なあ、レンのメモあったやな、ここに。ああ、一応難しいやつや。はい、はい、私は苦しんだ。一人で死ぬのではないと言いたかった。私の望みは私も行きました。はい、そんな感じです。これ開けられっかな。いつものやつね。
開けれないよ。開けられないよ。なんてこったい。これ、あの、進路を確認する窓ね。そうね、おばあちゃんに見られる。進路チェック窓。覗き穴、うん。品定めされちゃうんですよね、ここでね。で、ここで榊が暴れ狂ったんや。そうなんですよ。榊がいた部屋ですよ。これね、覗けんのかな、これ。あ、これはね、一切ないみたいです、特に。なんかあれやな。え、アイテムないもしかして。ないかもしれないね。なんか手記とかそんなのしか多分、くれないのかもしれないですね。で、一応、そこの右の階段から行けるんで。ここですよね。はい。これ普通に繋がるんでね。繋がりますね。あれがないんですよね。影身を追うのがね、一切ないので。はい。まあ、ここでね、廊下に出るわけですよね。これ廊下じゃない。変な小部屋。あ、変な小部屋。うん、あ、ですね。これもでもなければ。あ、ないわ。アイテムないぞ、これ。あら、先生、寄り道してる。どうしよう。先生、何もないのに寄り道。うん。先生、何やってんの？人の家で何してるの？あなた。まあ、榊の。迷った。榊の隠れてた場所にすら何もないかもしれんぞ。何もないよ、これ。左ね、榊の隠れてた場所。あー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 、はい。け、ナイス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 。部屋に入る花嫁。ねえ。オーケー。で、うん、まあまあ、屏風の裏に隠れる榊。え、ない？こっちが正解なの？そうかもしれないね。ちょっと待ってくれよ。ちょっと待ってね。これで、そこ今、ここ入ってたんだよね。違う。あ？その左。あ、ここだ。そこやと思う、入ってった。着物の間ですよね。あ、こっから通ってこっち行ったんじゃないですか？かな？うん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 。とりあえずじゃあ入ったら、うん、ここは宴なんで、うん。うん、多分関係ないと思います。ね、だからこっちは多分先生行けないじゃないですか。だから先生こっちからこう、こう回ってけよと。でもね、先生ね、覗いてみたいんですよ。先生覗こう、先生覗こう。覗こうよ。うん。うん。入ってっちゃったんだからさ、持ってかなきゃ。その着物の、うん、あ！あ、ごめんね、違った？合ってた？入れ入れ、とりあえず入れ。入っていい？左だ。あ、置いてある。メモやまた。もうすぐ溶ける。溶けて消えてしまう。はい。おーおーおーおお。だって決めたのはなぜあの人が現れたのだろう。うわあ、嫌な男は来たんや。なるほどね。あの言葉は呪いです。あの人に会いたかったのに、なんか全然ちゃうブサイクな男が。覗いていいの？覗く。うわ、あ、これが本当だった。ほらほらほら。だってムービーっぽい。え？あれ？なかった。何今の？え？え？これ何、これ何、動かせないっすよ。謎ゲーや。ないですね。謎ゲー、やっぱいつものルートで行くんや。そういうことですね。多分ね、うんうん、いつも通り、はいはいはい、あの宴会場で、はいはいはい、まあ、襲われることは 100% なんで、そうでしょうね。頑張ってください。奥なんですこれ。そこは最初の部屋、ね。繋がるとこね、うん。はいはいはい。なんか洗礼を受けなきゃいけないんですよね、向こうになるためにね。うんうんうん、やっぱここで。さあ、御前ゾーン。ね、足場がね、ほんとここ良くないんですよ、ね。ここ難しいから気をつけて。あー、いったー！榊、ダブル榊。榊だらけやな。ダブル榊来ました。ダブル榊来ました。おい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 。これは大変ですね。ナイス、600。これでかい、これでかい。お前ら、かわいそうにちぎりをかわして、あれか？ダブル榊、右にもいるね。あ、押したよ、榊ワープ、榊ワープ。食らってない、大丈夫、安心して。こういう時に限って、足場が悪い。あ、午前午前。そうね、午前様。午前で引っかかってる。榊来い。なんか出んのか。ああ、やった。榊は貯めるタイプ。榊を貴様め。来い。来い、邪魔。右から襲われるな、間違いなく。あー、先生。ああ、これ乗っかり榊。榊に乗っかられる。榊に乗っかられる。よし、回復しとけ。一回回復しとけ。はい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 、とりあえずね。はいはいはい、回復。そう、常にマックス近くでいとこ、俺たちは。オッケー。で、今、倒れた？あ、エクソス、エクソス、エクソス。あ、いたよ、いたよ、オッケー、惜しい、惜しい、惜しい。ちょっと遅かっただけ。やっぱね、箱に詰められるとそうなっちゃうのかな。なんだ、変な動きしてる。オッケー。一匹やった、一匹やった。もっとほとっとか言って、とかとかとか触る。オッケー。じゃあ一匹やったよ。オッケー。先生構えて。もう一匹探しておるぞ、その辺に。オッケー、お前だ。お前だ。ここに探しじゃないのかな。これ誰やろな。
はい、ナイス、やったやった、はい、やったやった、はい、よくやりましたよ。大変大変、全く嫁に拒まれた男のおめえ、なあ、お前しっとり狂いやがって。お前に女はやな、お前らチャラチャラしすぎなんや。そうじゃ、まず髪の毛をなんとかしてから戻ってこいよ。メガネかけてなあ、ちょっと武将髭生やしてぐらいがええんじゃ。うん、それレイやん。それレイ、あ、来たよおばあちゃん、たぶんおばあちゃん来るぞこれ。ほら、このパターン来るな、右からおばあちゃん来る。あ、お待ちしておりました。私がバーです。お待ちしておりました。これどっかで見たぞ。でも本当に全く一緒やな、うんうんうん、あの時と、うんうん、有婚と一緒やな。でもばあちゃん白い服着てるから、なんかばあちゃんと結婚するみたいな。なあ、麻生様でしょ。違う、麻生様、うん、よーベニ塗同じやし、ベニ全く同じ、お母さん、おじいちゃんちょっとベニ塗ってっから、また多分、またって言ってる。でもちゃんとこんなにめでたいことはない。ブヤッと踊ってくれ。これ2回目なんですよ、うんうん、ちぎりの愛は同じ、もう決まって決まっておりましょうな。どうしようかな、まだ悩んでるんだけど。腕、あ、ばあちゃん、ダメダメね、ダメね、あ、ダメね、これダメ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 なやつか。あ、14式やった。そういうことよ、そういうことや、よくあるやつや、それ知らない、そうそうそう、これね、あ、出ないか、出ない出ない出ない、お入っていいかい、こっちって言ってる、こっちってる、こっちよ、これいたの、ここにミクいる、またここにいる、おわー、これ、おおおお、マジでマジで黙ってたの、白向くの少女、あ、消えた、はいはいはい、あ、でも目もある、目もある、白木くん目もあるぞ、オッケー、お、来た来た、4、4、4、限られた柱が知る相手を選ぶ、うん、私はあの人を選んだ、私の良すが魂をもらってくれた、あの人は私の魂を持って私のところに戻ってくる、二、うんうん、人で隠れる、暗き、あくらく狭い中であの時の続きを来てくれる。もうなんかみんなあれやな、可愛いな、女の子全員みんななんか一途だよね、なんか男が結局、あ、そう、男がチャラチャラしてるか頼りないかだから、結局男はバカってことですね。男が悪いよなこれ、全部そうだよ、みんな全部一途に待ってんのに、男がいけないよ、なんかない、全部ちゃんと待ってる、今は悪いと思う、うん、なんか男がこう浮気症なんだろうね、なんかこう遊んじゃい、なんかまだ俺は遊びたい年なんだみたいなこと言ってる感じ、うん、もうそんな年じゃないでしょう。うん、特にこの先生に関しては、あ、なんもない、あ、ここですね、この中に誰が待ってるのか、いや、俺が誰を選ぶのかということか、ヨスガを持つ人をその主と結びつける。でもヨスガ持ってんだからあの女の子やろ、まあ白菊やんな、うん、あの嫁の写真、彼女はこの嫁の巫女だった、うん、色柱として、何で沈められ今はも山のどこかで常しえ花としてその伴侶を待っている、はい、これさ、うん、多分ないと思うんですけど、好感度じゃないですよね。大丈夫ですよね。あ、これ多分持ってるから多分白菊だと思うんですけど、まあ、白菊ちゃんやんね、うんうんうん、はい、待っていた、うん、浅香瀬の様子がお立ちで待っていた、はい、うん、俺はどちらを選べばいいのか、え、あ、うわー、何これ、選択肢だ、選